オーソン・スコット・カードは、アメリカの SF 作家、評論家、エンダーのゲームと、死者の代弁者で、ヒューゴー賞とネビューラ賞を受賞した。熱心な、モルモン教徒でもあり、ナショナル・オーガニゼーション・フォー・マリッジの役員も務めている。カードは、カナダに、モルモン教を広めたチャールズ・オラ・カードとブリガム・ヤングの、子孫である。ワシントン州リッチランドで生まれ、カリフォルニア州サンタクララ、 アリゾナ州メサ、ユタ州オレムで育った。ブラジルで無法州で、モルモン教の宣教師として、布教活動に携わり、ブリーガムヤング大学とユタ大学を卒業した。また、ノートルダム大学博士課程で1年間学んだ。現在は、ノースカロライナ州グリーンズボロに住んでおり、エンダーのゲームを含む多くの作品でその場所が舞台となっている。カードはもともと、 ブリーガムヤング大学で詩を学び、創作活動に入った。その後、演劇の脚本を手掛けるようになる。さらに小説にも手を出し、それが、後のワーシング年代記となった。ブラジルでのモルモン宣教師としての活動後に、ユタ州プロボに戻ると、劇団を立ち上げ、二夏の間プロボの野外園系劇場で公演を行った。その頃、 ブリガム・ヤング大学の出版部門ビュープレスで構成のパートをしていたが、後に編集者として正式に採用された。1976年、アメリカ建国200周年を祝う教会のミュージカルを制作中に、教会の公式雑誌エンソンの編集助手として採用され、ソルトレイクシティに引っ越した。エンソン編集部に勤務中に最初の小説を発表している。 1977年7月のエンソンには、彼の短編小説、ガート・フラムが、バイロン・ワリーというペンネームで掲載された。カードは、短編小説版のエンダーのゲームを、デュプレスで働いている頃に書き、いくつかの出版社に送った。後の同盟の長編はこの短編を元にしており、少年たちに、宇宙での戦闘を教える学校を舞台にしている。 アスタウンディング氏の弁ー場がこれを買い取り、同志1977年8月号に掲載した。その頃カードは、新約聖書やモルモン教の聖典を題材にした、ラジオドラマヒストリー・オブ・ザ・チャーチ・オブ・ヤソ、クリスト・オブ・ラター、デイ・セインツの脚本を書いていた。さらに、長編小説執筆の契約をいくつか結べたことから、エンソン編集部を辞め、フリーランスとなった。 1981年、ユタ大学で英語学の修士号を取得し、ノートルダム大学の博士課程に進んだが、1980年代、初頭の景気交代で一時的に小説執筆の新規契約が来なくなった。そのため1983年にコンピュート・マガジンという雑誌の正規編集者として雇われることになった。同年10月、 アルビンメーカー三部作の契約を結ぶことができ、再びフリーランスに戻った。エンダーのゲームと死者の代弁者は連続でヒューゴー賞とネビューラ賞を受賞した。両賞を連続受賞した作家は今のところカードしかいない。このシリーズはカードの代表作としてその後も続いている。2008年、カードはエンダーのゲームの映画化が進行中だが監督が 決まっていないことを明らかにした。一時、ウォルフガング・ペーターゼンが監督することになっていたが、実現しなかった。その後、ギャビンフッドの脚本、監督で制作されることになり、2013年に公開された。カードは、ホラー小説も手掛けている。また、1980年代のアドベンチャーゲームのセリフも書いている。2000年には、 旧約聖書に登場する女性たちの生涯を描くシリーズを開始した。2005年秋、カードは SF とファンタジーのオンラインマガジンインターギャラクティックメディシンショーを立ち上げた。彼は最初の2号を編集したものの、教会の演劇の脚本執筆や演出の仕事が忙しく、教え子で編集者のエドマンド・シューベルトがこのオンラインマガジンの編集を引き継ぐことになった。 カードは少なくとも7つのペンネームを使ったことがある。フレデリック・ブリスト・ PQ ・ガンプという名前は、モルモン狂撃作家について外観した、モルモン・シェイクスピアーズ・ A ・スタディ・オブ・コンテンポラリー・モルモン・シアターを雑誌に掲載した時のペンネームである。実名を使わなかったのは、その文中で、カード自身とその演劇作品についても触れていたためだという。バイロン・マリーは、 初期の短編、ガート・フラムをエンソに詩に掲載した時のペンネームである。実名を使わなかったのは、道号には他に論文、詩、脚本などカードの他の作品も掲載されていたためだという。道号に掲載された脚本イザラグミッションでは、ブライアン・グリーンというペンネームを使った。なお、バイロン・ワリーというペンネームはその後も何度か使っている。 1984年には、ザベストデーという短編で、ダイナ・カーカムという名前を使った。1989年の短編ダーム・ファイン・ノベルでは、ノアム・ディー・パルームという名前を使った。2004年の小説ザンナ・エス・ギフトでは、スコット・リチャーズという名前を使った。カードは、創作についての本を2冊書いている。一つは1988年のキャラクターズ ビューポイント、二つ目は1990年のハウツーライトサイエンスフィクションファンタジーである。2001年からカードは毎年一週間の作家志望者向けの創作ワークショップリテラリーブートキャンプを開催している。参加希望者は自分の書いた小説を添えて応募し、その中から選抜されたものが参加できる。このワークショップの後に誰でも参加できる。 講義形式のワークショップも開催している。2005年、カードは、末日生徒、イエス・キルスト教会系のリベラルアーツカレッジである、南バージニア大学の教授となった。カードはかねてから、大学の創作講座に不満を持っており、この大学で、自身の創作技法を教えたいとしていた。しかし、諸々の問題からこれはうまくいかず、彼は一時起動大学での講義を取りやめた。 なお、2009年9月からカードは、同大学の教団に復帰している。カードは、SF およびファンタジーのアマチュア作家の、コンテストライターズ・オブ・ザ・フューチャーの審査員も務めている。エルロン・ハバードが創始したもので、現在はサイエントロジーが主催している。妻との間に5人の子供がいて、それぞれ尊敬する作家の名前をつけている。なお、他に2人の子がいたが、 一人は17歳の時、脳性麻痺が元で亡くなり、もう一人は、生まれたその日に亡くなっている。現在は、妻と一番下の子と共に、ノースカロライナ州グリーンズボロに在住。脳性麻痺の子、チャールズの生涯は、カードの作品にも影響を与えており、特に、気境を待つ星シリーズなどに強く現れている。カードは、テレビドラマ、 ファイヤーフライ宇宙大戦争の熱心なファンでもある。パラレルワールドな植民地以降のアメリカ。創世期で著者のサイトのタイトルはこのシリーズに由来する。ありがとうございます。